辰田は今シーズンはここまで3本です。レッドセンター間だ、追い上げ連発になったホームラン、ロハス、その一筆に手を返しました、3対2。いや、このロハスがつなぎではなく結果を出しました、今シーズンの第8号、右打席では2本目のホームランになります。ロハス、点を指差しながら今ホームイン、3対2になりました。いや、ここで綾野一発というの大きいですね。やっぱりね、はい、ちょっと流れとして湿った状態でしたから、はい、この1点差というのは同点に近いぐらいの勢いをタイガースに与えましたね。与えましたね、それと今飛距離が141キロという今表示が出ましたけど、飛びましたね。いや、もう完璧なスイングでしたから、パワー持ってますからね。持ってますね。